日本鹿児島県鹿児島市城山城山は、鹿児島県鹿児島市の町定。郵便番号は、城山1丁目は 890-0013、城山2丁目は 892-0813、城山町は 892-0853。人口は 4,768 人、世帯数は 2,417 世帯。城山1丁目、城山2丁目及び城山町があり、城山1丁目、城山2丁目及び城山町の全域で住居表示を実施している。江戸時代から明治時代初期にかけて島津氏77万石の居城であり、薩摩藩の藩庁であった鹿児島城が所在している。1877年に勃発した西南戦争では、城山に籠城した西郷隆盛らの西郷軍と明治政府の軍及び警視庁が現在の城山町付近で衝突し、西郷軍の敗北によって西南戦争は終結した。城山町は1965年に山下町、永田町の各一部より設置され、城山1丁目、城山2丁目は1976年に城山団地の区域にあたる総務田町、田まり町、永田町、冷水町の各一部より設置された。鹿児島市中部、甲突川の下流域に位置する。町域の北方に、田まり町、冷水町、南方には、永田町、照国町、山下町、東方に冷水町、永田町、東方に、草、牟田、新松院町、照国町がそれぞれ接している。また、一般国道である国道3号、国道10号、国道225号及び国道225号に重複する国道226号は、城山町1番1にある、照国神社前交差点をすべて終点としている。南部には、島津氏77万石の居城であった、鹿児島城跡地があり、本丸の跡地には、鹿児島県歴史資料センター黎明館が、二の丸跡地には、鹿児島県立図書館や鹿児島市立美術館、鹿児島県立博物館が所在している。北部の城山1丁目及び、城山2丁目は、新興住宅地として1976年までに、鹿児島開発事業団によって開発された。また、国の史跡及び天然記念物に指定されている、城山が所在する。南北朝時代の上山市の居城、江戸時代の島津氏の居城である、鹿児島城の後輩地であり、城山と呼ばれたことに由来する。城山という名前こそ同じではあるが、城山町は、上町地区に属しているのに対し、城山は、城西地区に属している。また、城山町と城山では、成り立ちも異なる。城山の戦いの絵図、城山の名前は、中世に、地元の豪族、上山氏が山城を築いていたことに由来する。江戸時代になり、1601年頃には、島津忠常は、いくつかの候補地の中から、城山のふもとの地を選び、内城に代わる、新しい島津氏の本拠として、鹿児島城を築いた。1877年に勃発した、西南戦争では決戦である、城山籠城戦が、現在の城山町付近で勃発し、現在も西郷軍司令部の置かれた洞窟が残っているほか、北東部には西郷軍の総大将であった西郷隆盛が自決した地を示す南州欧州園の地の石踏みが存在しており、西郷隆盛州園の地として鹿児島市の記念物に指定されている。1965年時点の山下町の町域と1965年の住居表示実施後の城山町の町域の比較地図1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1965年7月20日には中央地区で住居表示実施に伴い町の再編が行われ、山下町及び永田町の各一部の区域より、新たに、鹿児島市の町、城山町として設置された。1965年から1977年にかけて、鹿児島開発事業団によって開発された、城山団地の区域である、城山団地は、城山の後背部にあたる、約41万平方メートルに造成された団地であり、山を削り出して造成が行われた。排出された土砂は与次郎が、浜の埋め立て工事に利用されることとなったが、運搬する土砂量が多く、ダンプによる運搬は不可能であることや当時各地で問題となっていた、公害の防止の観点から、運搬のために甲突側にパイプラインを設置し、水に溶けやすいシラスの特性を利用して、海水と一緒に城山団地から送り出し甲突側のパイプラインを経て、与次郎が浜に流し込む水運ぶ工法が採用された。1971年に城山団地の造成工事が完工した。総面積41万1000平方メートル、総事業費25億7200万円であった。1976年7月5日に城山地区において住居表示が実施されることとなった。住居表示の実施に伴い町域の再編が実施され、城山団地として造成された区域にあたる総務田町、田まり町、長田町、冷水町の各一部の区域より、鹿児島市の町長、城山1丁目及び城山2丁目が設置された。鹿児島港から望む城山鹿児島県立博物館、城山町に所在している、鹿児島県歴史資料センター黎明館、鹿児島市立美術館において、多数の文化財指定物件を所蔵していることから、多数の文化財の所在地となっている。以下の一覧において1は、鹿児島県歴史資料センター黎明館、2は、鹿児島市立美術館所蔵の物件であることを示す。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の、城山1丁目及び城山2丁目の人口の推移である。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の城山町の人口の推移である。鹿児島市立草、牟田小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。中央公園から望む国道10号と城山町西郷隆盛。ありがとうございます。